こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとこまです。はい、ということで、まあ、今回久々にねちょっとゲーム実況 Apex の、まあ、PS4 やりながら話していこうかなっていうふうに今思います。まあ、早速マッチメイキングしていくんですけど、まあ、お名前はとくま777っていうことでね、まあ、ちょっと最近始めたばっかりなんで、まあ、正直そんなにうまくはないんだけど、まあ、ちょっと頑張ってね。まあ、3人1チームじゃないですか。なんで、まあ、野良で、頑張ってやっていこうかなと。で、これ一応ね、僕と、まあ、一緒にね、そのゲーム実況やっていこうかっていう人が、まあ、いるんですよ。で、その人と一緒に、まあ、エペックスやろうかって感じなんですけど、今その人がちょっとできないんで、まあ、僕一人でやってます。そのうち誰かね、多分登場します。譲渡します。ごめんなさい。いや、俺より上手い人の方が絶対いいでしょ、こんなん。ちょっと待って。標的がダウン。2ラウンド中。ラッキー。もうみんなリングの中だね。残っているのは僕と君だけだ。ちょっと待って。やられた。まあね、今日明日復帰する、まあ、ネックさん。まあ非常にね、まあ言ったらさ、この動画の先駆者、日本で言えばね、海外だと、まあこういうことをね、やっている方？はい、ということで、まあ2戦目なんだけどさ、さあさあさあ、だからまあコメント欄でね、ネックさんのことに関しては、いろいろまあ言われてたりするんですけど、ハトクマオワコンとかさ、そんな悲しいこと言わないでよ。どっちも見てよって、見てくださいよ、僕の方もって感じ。まあ、ネックさんに関してはさ、本当に。私のよ。報告、チャンピオンが撃破されました。あら、マジで？チャンピオンは大して怖くなかったな。本当に言ってる？そんなことを。お、ちょっと待って。標的発見。近くにいる。撃たれてる。最悪。はい、OK です。お疲れ様でした。はい、ということで、まぁ、ちょっと次でね、ラストにしようか。ちょ、難しいね、Apex。ちょっともし、Apex やってて極めてる方とかいたら、なんかコツとかあれば教えてほしいんですけど、まあ、いつかね、俺やりたい企画ね、いくつかあって、そのなんか、まあ、いろんな人たちとコラボしたいっていうのもあるんだけど、こう視聴者さんと一緒にさ、こう Apex とかゲームやったり、あとはまあ、トレーニングができるかはわからない、その、まあ、僕がついていけるかがわかんないんで、まあ、でも、ね、面白そうじゃないですか。視聴者さんと一緒に筋トレしてみるとかさ、まあ、たまに前、ジンさんとかが、確かアパレル購入した人と一緒にみたいなので筋トレしてたような気もしたんですけど、まあ、そういうことやってもね、それはそれで面白いなって思うんですよ。さあ、行きましょうか。ラストですね。ハトクマは頑張りますよ、これからもね。ごめんなさい。アヒーハー。はい、っていうことでね。いや、むず。まあ、今日何を話したかったかっていうと、まあ、その話をしたかったんですよ。皆さんがそのコメント欄で、まあ、言ってくれている。ことで、まあ、シュクネックさん復活ということで、ちょっとエイペックスやろうと思ったら、ボッコボコにされたっていう。ちょっとこれ練習しますね、もっともっと。練習しよう。ちょ、スプラトゥーンばっかやってたからダメだ。うん、ちょっとエイペックス練習します。いやー、だんだん酸欠になって、今日の8時の動画もちょっとさっき撮ったんですけど、だんだんちょっと酸欠になってきたぞ。なんでね、まあ、ネックさん復活はとても喜ばしいことじゃないですか？素直に皆さん。素直にっていうか、皆さんはそっちを心待ちにしてたかもしれませんが、まあ、僕もね、心待ちにしてましたよ。やっぱりネックさんを見て、海外のボディービルダーっていうのを僕もいっぱい知って、まあ、コンテストね、やっぱコンテストの動画ってインスタグラムとかで見れるんですけど、日本語の解説ってなかなかないからさ、海外だとそういうのって主流でめちゃくちゃいろんな人が上げてるんですけど、選手紹介も含めてね。だからま、僕は僕でね、その、なんていうんですか、平常運転で今まで通り、まあ、いろんなね、面白いと思ったことを、まあ、筋肉にしろ。まあ、いろんなことをね、ちょっとやっていきます。で、まあ、ちょっとこれからね、ああいう風になんかを作ってもっとちゃんとした料理とかしますけど、作ったりとか、なんかそういうのもね、多分CG の枠とかにどんどんこれから頻度多めで上がっていくと思うんで、まあ、そっちの方もね、よかったらぜひ見てください。まあ、この動画も CG に上がってるけどさ。もうちょっとゲームはね、クオリティ高くできるようにちょっと頑張ります。ただ、毎回毎回ね、いい感じにいけるかちょっとわかんないですけど、
なんで、まあ今回はシュクネックさん復活と、で、ハトクマがオワコンなのかどうなのかということで、まあホトクマはオワコンじゃないでしょう。オワコンじゃないですよ。うん。始まってもないからね、まだ。うん。オワコンの反対って何ですか？はい。ということでね、まあ今回はこの辺でもう終わりたいというふうに思います。まあもうゲームしてないしね。ゲームしてない。喋ってるだけなんだよ。いやー、でも嬉しい。で、何がね、一番嬉しいって、僕さっき言えたかな、言ってなかったような気もするんですけど、見てくださる方がコメント欄でね、頑張ってくださいとか、いろんなね、こと言われるかもしれないけど、これからもね、マイペースに、ハトクマさんの好きなようにやっていってくださいとか、もう2倍楽しみとかさ、ネックさんもめちゃくちゃ楽しみ、もちろん待ってた楽しみだけど、ハトクマもいるから、もう2倍楽しみがあるみたいな、楽しみがすごい増えたみたい、言ってくださってる方もいて、それはね、すごくね、めちゃくちゃ嬉しかった。すごく嬉しかったですね。そういうコメントが昨日の動画で何件か来ていて。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければ高評価、チャンネル登録よろしく。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでまた皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。バイチャッ。